今日も新築をご紹介しちゃいます。敷地はなんと100坪、旗竿地ですが敷地の中で車を展開できます。砂利が敷いてあるので外交代が節約できます。オープン。玄関入るとシューズボックス、左側には土間収納があります。長い廊下の先にはトイレ、リビングから離れていて嬉しい。リビングに向かう途中にホール収納。南に面した LDK は16畳。シンプルなキッチン、食洗機はオプションです。こちらの建て売りは完成済み、家具が置いてあるので実際の生活をイメージしやすいですよ。南側の広いお庭、リビング隣は6畳和室。こちらの和室は廊下からも出入り可能、独立したお部屋として使用できます。洗面所に行きます。明るいバスルームは浴室乾燥機付き。2階へゴー。6畳洋室はベッドと机を置いてもゆとりがあり、子供部屋に最適。2階のトイレも嬉しい収納付き。ホール収納もあります。主寝室となる8畳洋室はホスクリーンがついています。大きなウォークインクローゼットで衣類もたっぷり収納できます。広めのバルコニーに面しています。バルコニーは一部屋根付きで急な雨でも安心。最後の洋室6畳、こちらの物件は全室6畳以上でゆとりがあっていいですよ。詳細はホームページ